今回は各ランク帯にいるキモい人たちを紹介していこうと思います。ここのランク帯は特にそういうやつが多いよねって感じで話していきます。おそらくゴールドにもそんなやつおるわとか、ダイヤだけどブロンズで言ってた内容の人多いわとか来ると思うんで、先保険かけときます。それでは本編スタート。あ、めっちゃこんなに痛い。正直ゴールド以下のランクの人たちに思うことって、まあこれから上手くなるんじゃねえくらいしかないんですよね。まあ強いて言うならアホすぎる、やってたらわかるだろうってことが全くできてないんですよね。まあ始めたての人はしょうがないかなとは思うんですけど、初めて1年以上経ってこのランク帯にいる人はおはははおはははおはははですよ。どういった部分がアホかと言いますと、倍が一生ずれてたりとか、そこ敵おるかもしれないよってとこでナイフ持ってたりとか、刺さってないことずっとしてたりしてる部分ですね。最近思ったんですけど、一番抜けるのが難しいランクってここなんじゃね。基本アホしかおらんし、負けたら余裕でマイナス30とか食らうし、たまにスマホが破壊してくる。いや、このゲーム誰がやるね。でもブロシル隊はこれくらいなんですよね。まあ最初に言った通りアホってだけなんで、別にキモいかって言われたらそうでもないんですよね。もっと正直になれよ。は、はい。システム開放、攻撃開始。負けてる理由を全てスマホがいるからと言い訳して、大して強くないやつ、お前らめっちゃキモいぞ。あ、キモさで言ったら口喧嘩で差別発言使うやつと同じくらいのキモさね。そんなん言ってる暇あるんならプロでも見とけ。あ、俺と一緒にプロの動画見たいよっていう女の子の方募集してます。〇〇ちゃんは元が強いからすぐランク上がるよとかお世辞を言う特典付き。俺このランク大好き。大嫌いスポーツ。めっちゃ好き。僕、私今ゴールドです。うわ、好き。そんなゴルプラ隊のキモいところですね。他者を批判しまくる。この人たちはある程度バロラントについて理解したと思ってるけど、実際はエントリー、ラーク、プッシュとかいう誰でもわかるような単語しか知らないバカです。そんなバロに対して 30% くらいしか理解してない奴らがですね、自分よりランクが上の人の配信や世界大会などでコメデターに変化するんです。なんでそうなってしまうか。ちょっと知識がついちゃったせいで自分が最強になったと勘違いしちゃってるからです。あかん、好きすぎる。これだから日本チームはいつまでたっても進化しない。うわ、めっちゃいい。今のはウルト先に使ってもよかったんじゃね。お前らプラチナやのに。そりゃ見てる側は何とでも言えるよな。実際にそこでプレイしてないんやから。それに加えこの人たち下のランクをバカにするんです。うわ、最悪や。ブーメラン飛んできた。まあ、僕のコメント欄などで低ランク帯をバカにしてる人をよく見かけるんですけど、その人たち大体プラチナなんですよね。テーテの動画、エントリーの仕方などで批判コメをしてる人たちもプラチナが多いですね。まあ批判するなとまでは思わないんですけど、まあランクがプラチナってバレた時に恥かくのお前だから、あんまり他者に対してとやかく言わない方がいいんじゃないかなとは思いますね。うわ、最悪や。ブーメラン。あ、嫌いです。僕も今アセンダントなんですけど、一刻も早くこの地獄から抜け出したいです。はあ、手短に行きます。プライドが高すぎる。ダイヤ汗はさっき説明したゴルプラ隊の5倍はプライドが高いです。大して使えないのにネオン、デッドロックを使う人、何の役にも立っていないチェンバーを使う外国人、なんでさわざわざ負けようとすんの。みんなが自分が一番強いと思ってるんで変な構成に従うんですよね。いや、強かったらいいんですよ。弱いもん。他にもですね、このプライドの高さのせいで勝てるラウンドを落としてしまうという現象が起きちゃうんですよね。遡ること数時間前。よっしゃ、相手行こうか。キルしに行こう。 おい、死んでるやん。じゃあ俺のキル。いや、スパイク落ちてるから別に詰めんくてもいいよ。うわー、ガバった、最悪や。おい、俺 HP ないって。うわ、ゆっくりしていってね。こういったギャンブルやめませんか。1キル取った後調子乗ってピークして負けて、まだよれてない味方と敵の 1v1 になってしまうっていうのが本当に多いんですよね。甘えんなよ。あ、親には甘えていいよ。だから嫌いなんですよね。強いやつと弱いやつの差が激しすぎるし、フルパイと死んだ後にごちゃごちゃ言ってくるし。あ、うわ、うわ、最悪や。アセンダントの悪口言いすぎてカメムシ寄ってきたやん。もう切ったね。うわ、くっせ。もうどっか行けよ。しししし。うわ、そうやった。このカメムシめっちゃしつこいんやった。もうしょうがないな。君本当に強いわ。もうすぐイモータルもいける。マジ強い。もうこれからも頑張ってくれ。
ああ、よかった。ゆっくりしていってね。ちょ、お前らさ、サブアカ作りすぎやって。なんか、イモレディ隊で戦ってる人は、フルパとかだと、レートが高すぎてマッチしないんで、サブアカでちょっとレート下げて、フルパをするっていうのはあるんですけど、なんか僕が言ってるのはそれじゃなくて、イモより下の人とコンペを回すためにサブアカを作ってする。いわゆるスマーフの方ですね。うん、やめて。俺は、スマーフをしてること自体はキモいとは思ってないんですよ。ブーストされて、楽に上がってきたやつを量産して、野放しにしてることがキモいんよ。ちょ、お前らさ、最後まで見届けろよ。ランクだけ上がってそこが適正だと思ってるバカを強くしてやれよ。いや、そもそもスマホすんなよ。はい、ということで今回は各ランク帯のキモいやつらについて話していきました。他にもこういう人がいるよみたいなのがありましたらコメント欄で教えてください。おいおい、俺っちのことを忘れてないか。あ、そうだった。頑張れ。